はい、皆さんこんにちは。今日はですね、水道橋ビッグエッグ前からお送りしております。若干雨ですね。東京ドームは、外ですけど、中じゃなくてね、外を一周ぐるっと回れるんですよ。なので今日は意味もなくね、本当に意味もなく、外をね一周ぐるっと回ってみようかなと思ってます。はい、本当に意味がないです。一周ね、ぐるっと回れることを知らない人もいると思うんですけど、これは思いっきり表ですよね。水道橋、JR の方から来れば、こっちが正面ですよね。ちょっと行ってみようと思ってます。こっちがね、後楽園ホール側です。おお、いつの間にかこんなんできてたんですね。昔は飲食店だった気がします。こっちはね、後楽園ホール側です。もう本当にこの辺からもう店もなく人もいなくなってくるところなんですけど、こっちがね、駐車場ですよ、後楽園の。はい、そうです、ここがあのね、中ですけどね、後楽園ホールの駐車場。子供の頃というか若い頃はここで入り待ち出待ちしましたね。今は禁止になってるみたいですけどね。はい、懐かしいです本当に。でこっちがいわゆる本当のあの後楽園ですよね。なんて言うんでしたっけ、後楽園。忘れちゃった。後でテロップ入れます。若干何人か歩いてますね。本当にこっち側って何もないんで、それこそ本当に何もないから、なんだっけな、メトロ、東京メトロ。東京メトロは丸の内線か。丸の内線の 方に出るような感じで、本当にまさしくここは何もないところです。お店もなければ、もう人が来る理由もないような場所ですよね。真裏です。でも若干人が来ますね、ぽつりぽつりと。ああ、結構雨強くなってきたな。東京ドームの思い出語ろうかなと思ってます。自分野球見ないんで野球は全く分かりません。来たこともないです。後楽園球場もなかったですね、一度も。で東京ドームの初めては藤原組です。覚えてますか。はい、人が来るとね、黙っちゃう。10月4日、何年でしたっけ、藤原組は。東京ドームね、泣きたいモーリス・スミスですよ、メインが。でその後は週刊プロレスの夢の架け橋かな、順番ちょっとすいません、分かんなくなっちゃいましたけど、それから新日本プロレス対 UWF インターナショナルですね、伝説の。それからあとはプライドは実際会場で見たのはプライド1だけです。その後はもうペーパービューとかでね、あんまり会場行くのなんか好きじゃなくなってあの頃で、その後はコロシアム2000ですよ、船木対ヒクソンの5大会かな。
すみません、本当人来たら黙っちゃいますね。そうです、その本当にだからプロレス格闘技しか見てないですね。野球は一度もないし、あとそれこそ、あ、そうそうか、コンサートとかライブも一度もないですね。なので本当にそれだけです。もう行くこと、入ることあんのかな、この先。なないかもしれないですね。プロシアム2000が最後、え、したらもう21年前じゃないですか。わ、ゾッとするな、そう考えると。はい、でこの辺がね、少し見えてきたと思うんですけど、ラクーアだ、こちら、ちょっとラクーア言えないな、が見えてきましたね。この辺が、さっきまた言った丸の内線、丸の内線の今もうちょっとで見えてきますけど、丸の内線側の裏側ですよね。行ってみたらドームに関して言えばこっちが、そうです、東京メトロ後楽園駅ですね。本当に裏側ですよね。これで半、ちょうど真ん中ら辺かな、半分ぐらいかな。あ、電車走ってます。あ、ちょっとね、今日雨なんでね、濡れないように本当に端っこを歩いてますけど、あんまり意味ないかな。若干濡れずに済んでますけど、でこっからはね、ちょっとね、人いるんでまた黙っちゃうかもしれません。遊園地は今何でしたっけ、昔は後楽園遊園地だったけど、ラクーアでいいんですよね。ラクーアが遊園地の名前ですか、それともこのショッピングセンターも含めてなのかな、ちょっとわからないですけど、今日は雨だけど、雨だとこのジェットコースター系ってやらないんですかね、ちょっとわかんないです。今日は動いてないのかな。でも観覧車が若干動いてるんで、遊園地自体はやってるんでしょうね。当たり前か、雨でもやりますよね。はい、これ面白いのかな、一周してるの見て。すいません、つまんないことに付き合ってください。でもこれあれですね、マスクしてるといいですね。喋ってでも分かんないんで近づかないと。はい、でここからね、こうやって屋根があるので雨に濡れませんよ。こっちはそのラクーは昔でいう後楽園遊園地。ドンチャックいるんですかね、ドンチャック。ドンチャックどこまでも、そこしかちょっと歌覚えてないですけど、ドンチャック、ドンチャック、どっちですか、よくわかんないですけどね。はい、ここがまた野球のショップですよ。これは前からありますよね。意外と人いるんですね。いつだか来た時は土曜日だったかな、なんかですごい人がいて、誰がドームでやるんだろうと思ったら、エグザイルかなんかの人たちがやってましたね。すごい人でした、外に。まだ始まる前だったらしくて、グッズ買う人とかね、並んでたり。もうジャイアンツのお店ですね。確かなんか野球のあれ博物館みたいななかったでしたっけ、過ぎちゃったかな。ここが当日券を買うところかな。昔ここで藤原組買ったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど。これで一周です。一周してきましたよ。だからなんだって話なんですけどね。はい、こうやって一周できるからなんとできるからなんだっていう動画なんですけど、まあちょっとまあ自己満足でやってみました。まあね、こんな雨の日にやる理由もなかったんですけど、まあ、たまたま今日は雨だったので仕方なく無理やり自己満足の動画を撮ってみました。はい、以上になります。東京ドーム
ビッグエッグ一周の旅でした。ありがとうございました。